マイクラで自動で家に帰る方法を知ってる人いるかな？初心者の頃は暗くなる前にお家帰ったり適当な穴掘って過ごすけど、ベッドないと夜暇なんだよね。マイクラ慣れてきた人はベッド持って冒険出かけるけど、友達と遊ぶと寝れないし、家から遠い時も困るんだよね。大丈夫、実はチートなしで自動で家にワープできるんだ。え、サバイバルでもできるの？まず縦2マスの十字を作って、下にはソウルサンド、中に水入れて蜂蜜ブロックで蓋閉じたら、初めがけてエンダーパール、ふかふか浮いてるの確認できたら、例えば夜になったらソウルサンドどかせるよう粘着ピストンやトーチ、日照センサーでこんな感じの回路作って、夜になったらワープ成功。隠れてるヤギも探してみてね。